今日のゲストはこの方。今日もいないね、ビビ君。けん玉対決パート3。3回目だね、ビビ君ね。今日は選手いないね。この間の YouTube ライブで話があった鹿山選手と、あと木田選手、上中選手もけん玉が得意ということで、けん玉対決に参加してもらってます。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回。ビビ君、7回だったけど、どうだった？自分なりにできた？けん玉対決、ビビ君と1分間何回できるかチャレンジします。ガチでやります。背番号33番の上中斎です。けん玉対決、絶対勝ちます。背番号18番、木田龍馬です。けん玉対決やります。ということで、鹿
山選手の勝ち。また負けちゃったね、鹿山選手。鹿山選手すごかったです。僕も練習いっぱいしたけど負けちゃった、悔しいです。また対決してください。